美味しいです。何タイプですか？ソフトクリーム。結構大きいっすね。あはい、こんにちは。はい、ということで今日はなんと、はい、千葉県鴨川に来まして、はい、先日試合でですね、勝利した笹くんとたけるくん、いつも僕のセコンドについてくれてますので恩返しというか感謝の気持ちを込めて今日はですね温泉旅行に一緒に来てみたということで、これから今日は、ね、楽しんでいきたいなと。おー、いらっしゃるんですか、そのお二人も。どうぞどうぞ全然入ってこないな。距離感がすごいよこれ。笹くんと開けてます。一言いただいてもいいですか？これは試合お疲れ様でした。あ、ありがとうございます。一本勝ちですか？今ダメージ大丈夫ですか？あ、はい、全くいいですね。はい、じゃあ今日は温泉を楽しむと。あ、ありがとうございます。この選手も試合お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は温泉を楽しみましょうか。はい、楽しみですね、はい、本当に、はい、こんなメンツとね、私もこれで嬉しいですよ。すごいメンバーです、ね、なかなかね、これないですよ。全然こう、全然乗り気じゃない、これ、距離感がもう、すごい煽られてますけど、じゃあ行きますか。行きますか。はい、はい、すごいホテルですね。いや、すごいです。なんか、見てください、この南国です、南国町ですね。はい、南国町です。ですか、すごいですね。オーシャンビュー似合いますね。似合うんですか？ダンディですね。コーヒーを片手に旅をする男ですかね、私は。鴨川いいっすよね。僕好きなんですよ、鴨形。鴨形どの辺がですか？なんかこの良くないですか？いいです。だって近かったっすよね。近かった。柏から近かった。海っていいな。うん、すごくいいよ。すごくいい絵が撮れてるよ、今日は。今日はいいですね。いいですね。ちょっと、あとで、海行ってみますか。すごい大木ですね。皆さん、全く来ませんけど、こっち。おぉ、おぉ、入りたくなりますか？なりますね。なりますか？今日温泉入りますか？はい、あ、楽しみですよね。あ、大浴場入ったことありますか？まあ多分いや、ないですね。ありがとうございます。見てください、このオーシャンビュー。ちょっとルームツアーしますか？はい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 。どうですか、たけるさん、この。いや、すごいです。部屋の紹介してもらっていい？あ、こちらはソファ。あ、こちらソファですか？ソファです。あ、こちらソファですね。はいはいはい。はい、その次は。寝るとこ。はい。はい。それでですか？寝るとこ。こちら何ですか？風呂。ちょっとここ座ってみて。いいですね。これ寒いですか？どうですか？感想は？いや、すごい。いいですか？今日このまま入りますか？あ、似合いますね、海が。あ、似合う。似合う男だな。こちらの紹介はどうですか？こちらは。洗面台。ちょっと行ってみて、こっち行きますか？おお、洗面台が2つあります。こちらは何ですか？あ、トイレです。どうですか、こちらのお部屋は何ですか？クローゼットですね。あ、それこちらどうしますか？買ってきたんですか？その小林さんが。いや、違いますな。どうしますか？盗んできたんですか？いや、盗んできたんです。そちら何ですか？リワジェリ。お、おいしいです。
味しいですか。あ、ビオの味しますか。します。ありがとうございます。ちょっと言ってみます。言ってみますか。サクッと。うわ、なんか食べた。なんか食べた。え、もう何食べたんですか。いや、ガム。シビリアだこのアングル。結構小刻みに動かす。小刻みに動かすタイプなんですね。でも違うんですかね、みんなと。いや、どうですか、ね、どうなんだろう。いや、結構小刻みですよ。うぅすごいっすね。そうやって整えてるんですね。こうやって眉毛整えてる。なんか違いますね。やっぱ身だしなみが重要ですか。週一回ヒゲもこっちやってるんで。はいはいはい。昨日なんか中田秀俊さんみたいな顔だったんですけど、今日桜庭和志さんみたいな顔しました。すごいむくんでますね。目が。そうやって、これしっかり整えるわけですね。いいところがあって、うん、こうみたいな。えぇ、ー、こういう感じで。それ毎朝やってんすか。これ毎朝やって、ちょっとこう、産毛を。タケルさんは外を見てるんですよ、遠く。そうですね。何を見てる、何を感じて外を見てるんですか、いつも。いや、まあ紫外線。はぁ、紫外線。まあ人が言ったこと吐いていってね。今日もずっと流れてましたけ、ね、サフィアという方を見てたんですか。はぁ、はい、ということでですね、笹くんとタケルくんのお疲れ様＆走り込み、大井戸広政走り込み合宿カモイン鴨川ということで、全て今全ての工程が終了いたしまして、素晴らしい旅でしたね、はい、本当にありがとうございました。ちょっとお二人から一言ずつ。そうかと、はい、じゃあタケルさんから。まあ、あーすごい、いい、楽しかったなんでそんな買ったこと。何が楽しかったんですか。いや、まあ温泉温泉、部屋にもありましたもんね。ああ、どっちが気持ちよかったですか、大浴場。あ、どっちも、どっちも良かったですか。ああ、料理はもう美味しかった。何が一番美味しかったですか。ああ全部。パンですか。パン、もう美味しかったですね。パン、パン、サラダ、パンって感じです。ああね、次の試合の予定はまだないですか。はい、じゃあ決まりました。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。次、笹選手、うん、どうでした。楽しかったです。楽しかったです。嬉しいですね、はい、次の試合がまた決まるかもしれないんで、またサポートしていただければ、はい、送らなければまた、はい、よろしくお願いします。タケルさんも小木ちゃんの試合が決まりましたら、またサポートぜひよろしくお願いします。それでまたこの回を開きましょう。そうですね、ここちょっと3連敗中なんで、私も次勝って、次はハワイですか。乗り気じゃない、乗り気じゃない。そういうふうに思っております。行きましょう、はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。